はいどうも、ブーチャンネルのブーちゃんです。よろしくお願いします。今回はね、もうすぐ始まるであろう24時間テレビについての話をちょっとしたいと思います。私ぶっちゃけね、24時間テレビって大嫌い派なんですよ。その理由ってね、いくつかあるんだけど、24時間テレビってさ、いろんなことにチャレンジするんだけれども、それに必ずさ、障害者の方を出して、で障害者の方に何かやらせるじゃないですか。あれがすごくね嫌で、なんかね、障害者に大変なことをやらせて、それでなんか感動を得ようとしてる、お涙頂戴してるっていう感じで、なんか見せ物にしてる感じで、あれがすごく嫌なんですよ。ご本人たちはね、どういった意図で参加してるのかわからないんだけれども、あれ結局視聴者の涙とか感動を得ようとしてるっていうのは見え見えじゃないですか。ああいうのがもう本当に大嫌い、なんかね、自然じゃないんですよ。不自然な作られた感動っていうか、本人たちはね、もちろん一生懸命、まあ頑張ってますよ、頑張って努力してますよ。でも見てる側としては、正直視聴者は私たち一般人と違ってハンデを抱えている人っていう、自分たちと同じ目線じゃなくて、ある意味同情にも似たような目線で見てる人たくさんいると思うんです。彼らはそんな風に見られたいと思ってるんですかね。人々から同情を買いたくて出演してるんですかね。違うでしょ。でもそういう風に見えてしまうんですよ、現実的にはね。まあ制作者側としてはそれが狙いで、まんまとしてやったりって思ってるんでしょうね。マラソンに関しても毎年やらせ疑惑出てるじゃないですか。本当はカメラが映ってないところでは車に乗って移動してんじゃないのとかね。そこまでしてマラソン続ける意味あるって私思うんですよね。なんかいかにもラストは番組を盛り上げるための帳尻合わせで、ギリギリに間に合うように調整してゴールとか、台本歩きなんじゃないのとかって思っちゃうんですよ。あと一番気に入らないのが出演者のギャラですよ。出演者のギャラ、あれってチャリティー番組ですよね。私の認識だったらチャリティー番組っていうのはノーギャラ出てるのが普通なんじゃないかと思うんです。チャリティーだもん。でこれ制作者側はね、否定はしているんですが、ネットで調べるとね、具体的にギャラの数字出てるんですよ。例えばね、簡単に言うと、メインのパーソナリティ、パーソナリティ1人に対して1000万のギャラ出てると。でこれが例えばグループ嵐とかだったら5人分だから、もうそこで5000万発生してると。でマラソンランナーは1000万から3000万だと。多分ね、若手のお笑い芸人とかだと1000万クラスだと思うんですけど、あれが波佐間寛平さんとかだったらおそらく3000万クラスだったんじゃないでしょうかね。であと司会者が、500万以上で、徳光さんが出てると徳光さんに対しては1500万で、ラストになると必ず定番のサライ歌いますよね。でラストのサライだけ歌いに来てる、例えば谷村新司さんとか加山雄三さんとかには一人当たり200万のギャラが出てるとかっていうのがもうネットで出ちゃってるんですよ。でその全ての金額はスポンサーから出てるらしいとのこと。これ聞いたらね、もう幻滅しません？海外にもね、もちろんチャリティー番組ってあるんですよ。あるんですが、海外だと世界的に有名な俳優さんとかが出てもギャラとかね一切もらわないんだそうです。ノーギャラで出演して、で番組もね CM とか流れないんだそうです。でも日本の24時間テレビってさ、ことあるごとに CM 流して、その CM に必ずさ、今回の24時間テレビのスポンサー名をこうデカデカと紹介して、まあはっきり言ったら広告ですよ、広告。
でも外国はそんなのが一切流れないんだそうです。だからそういう CM に使う予算とかを全て寄付に回しているからなんだそうです。だから海外の有名人はこういったねチャリティーに参加すること自体に名誉を感じてギャラをもらおうなんて全く考えていないんだそうです。ってなると日本のチャリティー番組っていうのは出演者をギャラもらってスポンサーは CM で自分の会社を宣伝しまくる、これ誰のための番組ですか。本当にテレビ局の視聴率を上げるため、それとも芸能人のため、それともスポンサー広告のため、単なるやらせチャリティーじゃないですか。だから私はね24時間テレビなんて正直やめちまえって思ってるんですよ。単なるこれ偽善ですよね。24時間テレビの制作費がだいたい4億2000万くらいかかるんだそうですよ。でスポンサー側の CM を流したことによって、まあ、後々もらえる収入の合計が22億2750万くらい、そのうち出演者などのギャラとあと総制作費を引いた分が寄付に回るって言われてます。でも実際にどこでどれくらい寄付されたとか、どこにその寄付されたお金を回したとか、具体的なこととかって全然明かされないじゃないですか。紹介されるのはあくまで一般の募金で集まったお金の合計だけですよ。あまりにもね不透明な部分が多すぎません？こんなチャリティー番組いりますか？うさんくさい。最近の世論調査ではね、約半数超えるぐらいが24時間テレビなんていらない、24時間テレビ見ないっていう回答なんだそうです。その理由としてはまず番組自体がマンネリ化してるとか、テレビ番組を見なくなった、テレビ離れももちろんある、あと24時間テレビ自体に不信感を感じているとかなんですよ。本当に寄付集めたいチャリティーを本気でやりたいなら、芸能人すべてにまずねノーギャラで集まってもらって、 YouTube かなんかの動画通してねダイヤル募金とかでもスパチャ募金とかにもしてもらったらどうでしょうかね。その方が効率的だし経費もかかんないし、まああとはノーギャラで集まってくれるような芸能人っていうのは日本にいるかどうかってそこになってくるとは思うんですけど、チャリティーの方法っていっぱいあるじゃないですか。だからああやってわざわざ24時間もやる必要もないだろうし、結局長い時間番組をやるっていうことはその番組の制作費もかさむっていうことですよ。これ以上効率の悪いことないじゃないですか。それでいて年々視聴率は下がってる、よくさその24時間テレビ終わった後にネット上とかで必ず出るのが今年の視聴率はまた下がってましたとか、チャリティー番組なくなるんじゃないか、24時間テレビなくなるんじゃないかとかっていう話がね毎年出るんですよ。それくらいね年々視聴率も落ちてるし、やることももう分かりきっちゃってる、何かの挑戦みたいなそんなのばっかりじゃないですか。どっかを泳いだりとかギネスに挑戦とかで、あと間になんかこうドラマを挟んでみたいな、であと障害者の方に何かを挑戦させるとか、そればっかりじゃないですか。別にそんなことしなくたって芸能人が募金してくださいって言うだけでも十分集まると思うんですよ、だからそのチャリティーで本当にチャリティーで集まってくれる芸能人とかに呼びかけてもらうとかの方がもう本当に健全なチャリティーになるんじゃないのかなと思う、まあ皆さん今回のねこの動画を見てどういう考えを持ったか、よかったらねコメント欄とかに書いていただけるとありがたいです。あとねブーチャンネルの方よかったらいいねボタンとか、あとチャンネル登録をしていただけるとありがたいです。それではまたねー。